はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、隣の楓です。これですね、2000円札今持ってますか？特にね、あの関東圏の方々、私もね持ってないですね、最近。あのまあね、沖縄はまあ持っている、大半の方が持っていると言われていますけど、まあね、大体の方が、あ、そういえばそんなのあったねみたいな感じで持っている方が多いんじゃないでしょうかね。うん、まあ、最近というかな、この半年とか、まあ、1年以内で、なんだっけな、あの銀行とかでさ、預金を引き出すときにたまに2000円札が出てきたりとか、あとなんだろう、 JR のスイカとかに入金するときね、その時もたまに出てきた記憶があります。ただそれ以外に、まあコンビニとか、あとなんていうのかな、スーパーだとかで出てきたかっていうと出てきてないんだよね。うん、本当にあの YouTube とかで、そういえば2000円札覚えてますかみたいな感じで出てきた時に、あ、そういえばそうだそうだっていうのがなんか一般的な感想じゃないかなと思っています。まあね、私もね、出た当時は、まあ、ちょっとね、使いづらいなとか思いながらも使っていた記憶がありますけどね。まあ今となってはちょっと懐かしいって言っちゃいけないんだけど、まあね、見ることがないので懐かしいなとか思います。ただね、あの自販機なんかでも本当に一部の台が、あ、一部でもないか、全然使えなかったりとかね、対応機種がなかったりだとか、あとね、あのセルフ式のガソリンスタンドなんかもやっぱり自動改札機みたいに対応していない場合もありますからね。うん、なのでやっぱりどうしても千円札だったりとか、まあ5000円札に変えないとダメだねっていうことがありますね。あれはどうなんでしょう、うん、なんか声がすごい、なんだっけ、ゲーセンとかでも2000円札対応してるんでしょうかね。そこはちょっと詳しく見てないんでわかんないんですけど、まあね、もちろんあの銀行とか郵便局とかに行ってね、ちょっと2000円札に変えたいんですけどとか言って言えば、多分ね、変えてもらえるんだろうけども、もしかしたらね、2000円札自体が奥の方に行ってて取り出しにくいところにあると思うので、まあ最初にね問い合わせたりした方がいいんじゃないかな。うん、まあ結局はね、使いづらいんですよ。5000円札にも似てるし、ね、まあ、間違えて出しちゃった人もいるだろうし、あとね、自販機なんかでもね、取り扱いできないし、セルフはなんかもう、ね、機種によってっていうか、まあ、会社によって使えなかったり使えたりするだろうし、うん、まあ面倒くさいっちゃ面倒くさいし、何のためにね、2000円札を作ったのかって
思議に思ってしまいますけど、まあもともとね、あの沖縄サミットで、あの記念してっていうのかな、あのまあそういう感じで、あの作ったんだよね確かね。うん、まあ記念硬貨とかじゃなくて、まあちゃんとした紙幣として使えるようなものなんですけどね。まあこの時、あの安室奈美恵さんが確かなんかオープニングセレモニーかなんかで歌った記憶があります。うん、まだあのね、引退するとかしないとかっていう前の話で、まあ本人的には多分その頃から引退してみたい、したいなーって思っていたかもしれませんけど、うん、まあね、ファンの方々にまあね、大変寂しいと思っていますけどね。うん、まあ結局新札ってどこ行ったっていう話なんですけど、皆さん持ってますか？うん、持ってるぜって自慢してください。はい、自慢していただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。